イスラエルと UAE、アラブ首長国連邦の電撃的な国交正常化合意を受けてパレスチナ自治政府は13日パレスチナの人々に対する裏切りだと非難し合意の撤回を求めましたこれまで国交がなかったイスラエルと UAE は日本時間の昨夜アメリカのトランプ大統領の仲介によって国交正常化で合意しましたところが アラブ諸国はこれまでパレスチナ問題の解決を国交正常化の前提としてきたため、パレスチナ自治区のアッバス議長は声明で、合意はパレスチナの人々に対する攻撃だと猛反発しました。アッバス議長はアラブ連盟に緊急会合の開催を求め、パレスチナの立場を訴えていく方針です。一方、合意についてイギリスのジョンソン首相は非常に良い,いニュースだと歓迎しました。